入門講座、民法予備講義、担当いたします、レック専任講師の弁護士の田中と申します。よろしくお願いいたします。この民法予備講義では、入門講座の、実際の、授業の、雰囲気、もしくはそのようなどういうふうな形で授業を進めていくのかという形で、実際体験していただこうということで、模擬講義ということで進めさせていただきます。で、実際扱う内容なんだけれども、扱う内容は第1回、の講義で扱う、意思表示のところの中から、重要度が高い、かつ、実際民法の学習でどういうふうなことをするのかというのが、比較的分かりやすい、94条、虚偽表示について、少し、時間を使って模擬講義していきたいと思っています。模擬講義にあたってはできれば六法ですね、実際もう法律の勉強をするときに欠かせないものなので、もし見ていい中で、その六法の方がご用意できれば、六法の方も用意していただければというふうに思っています。基本的な予備知識、法律知識については全く、今の段階ではない前提で進めていくので、例えば難しいんじゃないかとか、その辺敬遠せずに聞いていただければありがたいと思ってます。はい。で、早速ですが、民法の勉強の中で、条文と非常に大切で、実際条文に書かれていることが、基本的な問題解決、もしくは学習のベースになるので、まず今日は早速ですけれども、今日扱う94条という条文をちょっと見てみましょう。実際、今回模擬講義ということなので、セブンサミットという、この講座の、教材の方もちょっと使っていくことになります。はい。さあ、早速ですけれども、94条、ちょっと見てみましょう。丸1っていう書いてあるやつですね。94条、相手方と通じてした虚偽の意思表示は無効とするというふうに書かれています。はい。で、実際条文というか民法の法律というのは必ず要件と効果でできてるんですね。要件と効果でできています。要件とは何かというと、このような条件が整った場合ですね。ある条件が整った場合、ある法律効果が生じますと、いうふうな形で条文というのは書かれています。ちょっと条文手元にある人は一緒に見ながら考えてみると、この94条1項というのは何を定めた条文かというと、相手方と通じてした虚偽の意思表示は無効とすると書いてあるわけですね。つまりこれを要件と効果に分けると、まず相手方と通じてした虚偽の意思表示、つまり相手方と通じてした、ちょっと難しい言葉ですけれども、相手方と通謀をしました。そして虚偽、本当ではない。そして意思表示、この3つが、要件というふうに考えられるわけですね。つまり相手方と通じていた虚偽の意思表示はの後を見ると、この後何て書いてあるか、無効になると、書いてあります。無効とする。つまりその結果、要件効果で考えると無効とすると、こういうことが書かれているわけですね。94条、1項を見ると条文は要件と、効果でできているんだと。で、まず読むときにその条件と効果というものを意識して、考えてもらえると、学習というのはまずすっきりすると思います。はい。では実際これ、条文を見て要件と効果って書いてあるけれども、実際民法というのは身近な、具体的な事実であったりとか、身近なトラブルを解決するためのものなので、これを見たときに具体的なイメージが湧かなければ正直使えないわけです。で、当然入門講座の中では、こういう条文一個一個に具体的な、具体例であったりとか、もしくは、考え方、それを示していきます。例えば今回の例でいくと、94条っていうのはどういうものかというと、相手方と通じてした虚偽の意思表示は無効。じゃあ具体例考えてみようということなんですね。じゃあ具体例として、じゃあ相手方と通じてしたということは多分2人いますよね。1人2人で相手方ですから。で、通じたってことは、その2人が何かごちょ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 、なんか通謀というかね、示し合わせて嘘の意思表示をするわけです。じゃあ具体的にどういうものが考えられるかというとですね、一つ考えられるのは、例えば例として考えられるのは、 A と B がいました。で、 A さんは多分土地か何かを持っています。土地か何かを持っています。で、 B さんに土地を売るよ、B さん土地を買うよというふうに、示し合わせるわけです。で、これポイントは虚偽でなきゃいけないので、失礼しました、虚偽じゃなきゃいけないので、 A と B は売るつもりがないのに
売買したことにすると。これが具体的なイメージかな。つまり A さんが持っている土地っていうのは全く売るつもりはないけれども、通報して全く違う売買をしますと。要するに売ったことにしちゃいましたと。これが要するに売るつもりはないのに、これだったらこういうことだね、通報して売買したことにしちゃいましたと。これが具体的なイメージです。つまり要件で言うと、お互い売り買いするつもりがないんだけれども、もう売ったことにしちゃいましょうということで示し合わせる場合、これがいわゆる虚偽表示もしくは通報虚偽表示と言われています。で、この要件が整った場合どうなるかというと、無効であるというふうに書かれているわけですね。うん。で、実際じゃあなんで無効になるのかという、ことだけれども、これ条文読むときに必ず拾っておかなきゃいけないのは、なぜその条文が作られているのか。比較的なんか、法律の勉強暗記だよっていうふうに思っている人も結構いるところもね、節もあるんですが、実際覚えるべきことはあるのは事実ですが、考えれば済むこと、もしくは、なんでその法律ができたかという趣旨に考えれば、すんなりとイメージは湧きやすいという条文は結構あるんです。特にこの通報虚偽表示というのは、もうもっともっとシンプルで、なぜかというと、お互い2人ともね、 A さん B さんさっき2人だけど、売るつもりも買うつもりもないわけですよ。で、売るつもりも買うつもりもないんだったら、その売買契約の意思表示って有効にする意味全くないよね。うん、つまり当事者 AB の合理的意思を考えれば、通報虚偽表示は無効にすべきでしょうと、そういうことが規定されています。まずこれが要件効果を使ってまず1個を見ていきました。じゃあ2項見てください。2項ではこういうことが書かれています。前項の規定による意思表示の無効は、前項というのはさっきの1項ですね、通報虚偽表示によって意思表示は一旦無効になります。で、無効になったら善意の第三者に対抗することができないと書かれています。さて、実際ちょっと見てみますと、94条1項は原則として無効だけれども、こういうことになるわけですね。94条2項では、ちょっともしかしたら6本持ってない人もいるかもしれないので、一応ちょっと書きますね。こういうこと書いてあるんです。善意の第三者に対抗することができない。で、今日はもう本当に、入門の、模擬講義ということなので、本当に最初のところから説明していきます。まず、法律を読むときに特別な言い回しが結構あるんですね。善意の第三者に対抗することができない、なんかすごくシンプルに書いてありますが、例えば善意って何でしょう、第三者って何でしょう、なんか日常生活では使いそうですけどね。で、対抗するって何でしょう、実は法律を解釈する時の入門段階で、勉強がすごく大変な、ところというのは実はここにあって、法律もしくはその法律学特有の言い回しというのがあるんですよね。で、その法律学特有の言い回しというものをまず馴染むということが一番入門段階で必要になるの で、今回、この、問題では善意という言葉が出てきています。ちょっとセブンサミットの方を使って、ちょっと説明させてもらうとね、善意というのは何かというと、テキストの方ではですね、132ページに書かれているんですが、善意、日常生活においては善意というと、なんかいい人悪い人、つまりなんか道徳的なモラル的な、善悪という発想で出てきそうですが、法律学では善意というのは簡単に言えば知らないってことです。つまりいいか悪いかっていう論点ではなくて、考え方ではなくて、善意というのは知らない、悪意っていうのはもうシンプルに知ってるってことなんですね。だからさっきの善意というのは、善意っていうのはまさにそういう知らなかったということですね。じゃあ、第三者ってどういう人なんですかということですね。で、実はこの第三者というのも、この後ちょっと説明するんだけれども、要するに A さん B さん以外の実は全ての人ではないんです。実はこの第三者というのは、この94条2項では特別な意味を持ってます。で、この後やりますからね。で、対抗することができない、日本語ではね、対抗するっていうとなんか戦ったりとかそんなイメージありますが、法律学では実は対抗するという言葉は、比較的、いろんな意味を持ってるんだけど重要な意味を持ってます。何かというと、対抗するっていうのは
自分の権利を主張すること、もしくは法律上の効果を主張することを対抗すると言います。でちょっとこの第三者というのを置いといて94条2項を、もう一度読んでみよう。善意というのはさっき言ったけれども知らないということですね。知らないということですね。じゃあこれを前提に、94条2項の、問題を見ていくと、まず94条2項では善条の無効はと書いてあるから、じゃあ善条の無効というのはさっき AB 間で、通報虚偽表示がありました。つまりお互い売る気ないよと、売る気ないよと、まあ、さっき土地だったけどもうちょっと分かりやすい話すると、例えば車とかにしましょうかね。 A さんが持っている車を B さんがじゃあ例えばね、売りましたと、で実際それは無効なわけですね。通報虚偽表示だからこれは無効です。それが94条1項で書かれているわけだね。でその善条の無効は、つまりこの無効は善意、つまり知らなかった人、知らなかった人に対抗することはできない。つまり例えば全く知らなかった C が出てくるわけですね。で知らなかった C に対抗することができないということは、さっき言ったけど対抗というのは権利もしくは効果を主張することができないということです。つまりこの例えばですね、まあ例えば土地とかでもいいかな、さっき車っちゃったけどね、例えば売ったことにしてるわけですね、通報で売ったことにして、本当は無効なんだけれども、例えばこれを、C が本当に売ってるんだと信じたと、知らなかったと、これが通報だと、その場合にはこの、無効というのは C に主張することができなくなるわけね、つまり結果どうなるかというと、94条2項というのはこの善意の第三者を守るわけですね、実際94条2項で実際に対抗することができないことになった結果、所有権を取得すると、いうふうになるわけです、なので94条2項もしくは94条を見ると、すごくシンプルに書いてあるけれども、この具体的なイメージをまず持つ。で各条文についてイメージがあるんですね。例えば最初の1条1項であったけれども、相手方と通じてした虚偽の意思表示は無効、虚偽の意思表示は無効であるというのは、結局お互いに示し合ってやったことっていうのは、結局はお互いその売る気も買う気もないんだから無効が当然でしょということです。ただこの無効というのは善意、つまりそのことを知らなかった第三者が出てきたらそれが無効だよと対抗することができない。じゃあ対抗することができないというのは権利が主張できないわけだから、無効だって言えないんだから結局は C に権利が行ってしまうと、そういう考え方ですね、よくこの94条2項が問題になるのは、このように A が B に売って B が C に、売ったという、こういう転々譲渡っていうんですけど、転々譲渡の場面でこの94条2項が出てきます。でこれは非常に重要な条文で、これから先ものすごいたくさん類似の条文であったりとか、もしくは予備試験なんかでも実際、出題されているところです。これに関連するものはね。で、じゃあさっきの94条2項ってなんでこういうふうな、規定が設けられたのかというと、実はこれがすごく大切でして、この C を守らなきゃいけないわけですね。なぜかというと C は何も知らなくて取引の安全に入って取引に、ね、突然入ってきたわけだけれども、無効だって主張されてしまったら、安心して取引に入ることができない。つまりこれは取引の安全や第三者を保護するための規定であると。で実際この94条なぜかというと、これは趣旨があって、まず一番最初こういうふうな嘘な外観があると。例えば今回だったら AB っていうのが、まあ、示し合わせて嘘の外観作っちゃいました。でこれっていうのは A さんには、これもちょっと法律用語だけど奇跡性って言います。要するに A さんこれ悪いよねと、A さんこれ責められて叱るべきだよねと、そして第三者が入ってきたわけですね。で第三者は外観を信頼するわけですね、実際 B さんが本当に土地を持ってるかなってことを信用して入ってくる。つまり保護の必要性ですね。 A さんは奇跡性が高いよね、
勝手に虚偽表示なんてやってるわけだから。でこの人は保護する必要がない一方で、じゃあこの外観を信じたそういう90あの C さんに対しては、いわゆる保護する必要は高いし、あとさっきも言ったけど第三者保護だけじゃなくて、こういうの認めなければ取引の安全が守られませんと。でこのような、取引安全第三者保護の立場から虚偽の外観があり、本人に奇跡性があって、そして第三者がそれを信頼して入った場合、それは第三者を保護しましょうというふうな規定が、この94条2項なんですね、うん。でこの94条2項の第三者保護の、必要性というこの3つの、ね、要件については、これはあの学習初期段階で覚えておいてください。一般的に、権利外観法理って言われてるんですね、うん。権利外観法理って言われていて、で、実際この権利外観法理というのはあのこの94条2項だけではなくて、実は、民法の中ではたくさんの、ところで使われてるんですね。で今回模擬講義なので、あの一個一個やっていくとすごく大変なところなんで、ちょっとまあ例として挙げておくと、民法110条なんていうのは典型的な例です。でそれだけじゃなくて、もう民法もそうだし他の条あの法律だよね、例えば会社法とか、要はさっきあったような取引の安全のためにこういうふうな嘘の外観作って本人が悪くて、でそれを信用した人が来たらこの人を助けましょうと、第三者を保護しましょうという、こういう趣旨が、この94条2項だと。でこれ学習することは何の意味があるかというと、他の条文出てきた時に、あ権利外観法理だねっていうふうに分かってればスッと頭入るんですね、うん。なのであの条文見る時に必ず条文の趣旨に遡って考えると、いうことは、学習の中で必要になってくるところだと思います。でそれではですね、じゃあさっき善意の第三者という形を言いましたけれども、じゃあこの第三者というのは一体何者なのかということです。うん。実際この第三者、今回あのそのなんか一回ぶら下がりで第三者って言っちゃいましたが、さっき言ったけれども、全ての第三者、A さん B さん以外の全ての人を第三者とするということはおかしいよねということはわかると思います。例えばA さん B さんがいて、ここが通謀虚偽表示で94条1項で無効ですと。いいね、通謀虚偽表示で無効です。ただここに C さんがいて、 C さんは、善意であれば、まあ、保護されると、いうことになろうかと思うんだけれども、じゃあこの第三者っていうのは全ての人を含めていいかといったらそうではないわけです。なぜかというと94条2項っていうのはさっきも言った通り、権利外観法理と呼ばれるものですよね。うん。つまり C というのはこの、あ失礼しました、要するに B が実際に所有権を持ってるんだっていう外観を信じて保護されるべき対象です。つまりこの第三者っていうのも無制限ではなくて、要は保護に値しなきゃいけないわけで、ね、保護に値する第三者でなければならないというふうに言われています。で実はこれ、この第三者っていうのはどういうものかというのは実は定義があります。セブンサミットの、128ページに書いてあってですね、要はですね、保護に値するってことは、ここにちょっとあのテキスト持ってない人向けにちょっと読みますけど、虚偽表示に基づいて新たになんだね、要は虚偽表示があるから新しく、しかもこの A と B とは全く違う当事者から独立した利益を持っている法律的な、利益を、失礼しました、もう一回言いますね、虚偽表示に基づいて新たにその当事者から独立した利益を有する法律関係に入ったために、虚偽表示の有効無効につき法律上の利害関係を有するに至ったものというふうに一般的に言われています。で論文式とかもしくは予備試験司法試験の学習の中ではこの定義にあたるものについてはもうスラスラ言えるように、復習する必要があるので、今回ここの模擬講義ではあるけれども、善意の第三者って言われた時の第三者って何ですかって言われたら、まあ、今言ったことをスラスラ言える必要が出てきます。ただかいつまんで言うと、ね、要は保護されなきゃいけないわけですよね、うん。保護されなきゃいけないということは、例えば A さん B さん、これは当たり前でしょ、当事者以外のものであることは間違いないけれども、新しく利害関係に入ったもの、今言ったことを要約するとね、まず A、B がこれ外観できた後に入ってこなければ、
要するに外観の信頼ってないよね。でさらに A さん B さんと独立しなきゃまずいよね。うん、だって A さん B さんと密接な関係にあるんだったら保護する必要はないよね。つまり保護するってことは A さん B さんの利害関係から離れてなきゃいけない、つまり独立しなきゃいけない。そして最後に、これ守らなきゃいけないって言ってるけど民法なので法律なんですよ。だから例えばこれが、保護するっていうふうに言ってる場合には少なくとも法律上の利害関係がなければいけない、うん、要はさっきの例で言うと車を売った例ですね。ちょっと見ましょうか、さっき車じゃない土地売った例だったらこの人は、何かというと土地の所有権を取得することになると。でなのでこの人が守られるのは第三者というのはどういうことかというと新たな独立した法律上の利害、つまりこの B がで失礼しました、通報虚偽表示の後に入ってきて、そして AB とは無関係で、そして所有権という法律上の権利を得るからこそ守られると。だから第三者という言葉、ただ出てきたけれども、はい、まあ、当事者以外というのはまあ大前提ですが、新たな独立した法律上の、利害関係を有するものを指すというふうに言われています、はい、じゃあこれどういうものが典型かというと2つほどちょっと知っとくといいです。実はまあセブンサミット持ってない方も、模擬講義なので多いかもしれないんだけど、もうセブンサミットだと、まあ、ちょっと見えないかもしれない、表とかで第三者に当たる人当たらない人とか、具体的な例が書いてあるので、実際の講義の中ではこの表絶対覚えてねとか、この表の中で何番何番何番重要だよって形で言っていくけれども、今回模擬講義で、触りのところなので、イメージ湧いてもらうために2つのパターンだけ紹介しておきます。1つは第三者になる典型的なパターンはさっきの点々譲渡、点々譲渡、つまり ABC っていうふうに、所有権を買い受けたその C にあたる人ですね。これはもう典型的に所有権という利害関係がある。そしてもう1つが日常生活であるかわからないけれども抵当権の設定者です。何を言っとるんじゃって話なのでちょっと、イメージを持ってもらうために書きますね、はい、A と B がいます。で、まあ、相変わらず通報虚偽表示やっちゃいますかこいつらね、はい、おいいと、無効ですと。ただ通報虚偽表示無効なんだけど外観残ってるよね、虚偽の外観として、B に土地がある。で実際はこれ A のものですよ、無効だけど、無効なので。だけどじゃあ B が、ここに土地があるように見えました。じゃあ例えばここに銀行がいるとします、まあ、銀行ってのはお金貸すわけですね、お金貸す機関です。例えばこの銀行が、B に金貸してます。でおそらくね、まだ大学生とかだとね、銀行の、業務とかなかなかイメージ湧くかと難しいところで、基本的に銀行って金貸すところなんですよ、うん。でまあ、銀行ってのはお金貸すところで、で実際お金貸してそれでまあ回収するわけです。ただただでお金貸さないんだよね銀行ってね、うん。なぜかというと貸し倒れって言って返してくれないことがある。じゃあどうやって貸すかというと担保をつけるんだよね。要するにさっきだったら土地であったら、例えば土地に抵当権って言って返せなかったらこれ売って回収するよと、その土地をね。でそれを抵当権って言うんだけれども、そういうのを設定して担保をつけてから金を貸すことが多い。でさっきの例で例えば銀行がね、C が B に金貸してるとするわさ、うん、C が B に金を貸してるのであればどういうことが起こるかというと、これを信じて C は抵当権を設定するということもありえるよね、うん。つまり、例えば B にこの銀行をお金貸してたら、あこいつ土地持ってるんだったらこれ担保に取ってやろうと、返せなかったらこれ売っちまおうということで設定することができます。例えばその場合 C というのはやっぱり新たにしかも独立をしてるよね、 AB とね利益関係独立して、しかもこの抵当権の設定という法律上の利害を持っているということであれば、これは典型的な第三者というふうに言うことができるわけですね、はい。でこのように、善意の第三者なんていうふうに言ってるけれども、実は先ほど言ったように新たな独立した法律上の利害関係を持ってなければ、その第三者には含まれないというふうな話になるんですね。で実際ちょっと条文もう一回見てみましょう。で今回ね、模擬講義ということで、まあ、講義の雰囲気であったりとか、もしくはそういう内容みたいなのを見てもらうんだけど、法律学っていうのをどうやって勉強するのかという観点からもう一回これを94条1項2項見てみてください。
この94条1項2項にはその法律の勉強をする上で大切なエッセンスが結構詰まってる。まず 1条には何があったかというと、1条はいわゆる要件効果という考え方が詰まってる。だから相手方と通じてした虚偽の意思表示は無効とするというこの条文を分解するわけね。まず相手方と通じた、つまり通謀、虚偽、嘘の意思表示、これが揃ったら効果になるわけだね。さっきのやつをちょっとねもう一回出しますけれども、つまりこういうふうな要件が揃って無効になるという要件効果を意識した学習、そしてこれ書いてないけれども必ず条文を読むときにはなんでそうなのかという趣旨を考える。1条の趣旨は何だったかというと、お互いに通謀して、その意思がないんだからそれを有効にする意味がないでしょうと、ごく当たり前だったわけですね。であとは趣旨もあるし例だね、例示だね。条文読むとき必ずやることは要件効果を考えること、それから趣旨を意識すること、それからそれが適用される具体例をイメージすること、これをしっかりやると。これが1条から分かる法律の勉強法の、一つの、ポイントだよね。じゃあ2項から分かることなんでしょうか。じゃあ2項から分かることを見ると、2項はこう書いてあります。前項の規定による意思表示の無効は、ここまでいいですね。善意の第三者に対抗することができないと書かれてる。でまずこれのポイントになるのはやっぱり法律用語というのをしっかりと意識するということ。だからこれ勉強しっかりやってる人というのはただ善意の第三者に対抗することができないじゃなくて、善意ってこれ何ですかと、つまり、虚偽の意思表示、つまりこの通謀虚偽表示を知らない、でこの第三者って何だったかなと。第三者っていうのはさっき出てきたね、この94条2項の趣旨は権利外観法理なわけだ。つまり虚偽の外観信じた第三者を保護しましょうということだから、保護に値する人じゃなきゃいけない。だからこの第三者というのは、今もう模擬声で言えるようになったかね、当事者以外のもので新たに独立した法律上の利害関係を持つに至ったものじゃなければいけないんだと。でこの具体例が転々譲渡の買い受け人、それから銀行みたいな抵当権を設定する場合、これが典型的な例ですと。これがいわゆる善意の第三者。じゃあ対抗することができないというのはどういうことを表すかというと、権利もしくは効果を主張することができないという意味だったわけ。だからさっき出てきた94条2項の文章というのを、きちんと法律勉強した上で読むとこういうふうに読める。ちょっと考えて。つまり通謀虚偽表示による意思表示の無効は、いいね、その通謀意思表示を知らない、これが善意です、新たな独立した法律上の利害関係を持った人物には無効を主張することができないと、そういうことを言ってるわけね。でその具体的な例というのがイメージを湧いてもらうので、それが、この2項ですね。でこの2項で大切なことというのはいわゆる法文解釈だね、あくまでも解決をするために解釈をしなきゃいけない。善意って何、第三者って何、対抗って何っていう、でそれをまず理解することももちろん大切だし、あともう一つはこの解釈をするにあたって必要なのがやっぱり趣旨なんですよね。つまりこのさっきので言うと第三者っていうのが一体どういう人を指すのかっていうのはこの94条2項が保護しようとしている人なんでしょう。つまりこの94条2項というのがどうして作られたか、これ具体的なイメージをまず持った上でね、今言った転々譲渡の例だけれども、具体的なイメージを持って、この権利外観法理に基づけばさっき言ったような、第三者じゃなきゃいけないよねというふうに、考えていくことになるわけね。で実際だからこの94条2項をね、バッと見るとそういうふうな問題が出てくるわけですね。なので法律の文章というのはたかだか1行2行っていう感じのものも多いんですが、実際に勉強して復習するときにはこの条文大切なんですよね。条文を見たときにどんな問題点があったのか、もしくは具体的にこの法文のこの場所かな、この言い回しはどういう意味で具体的にどういう人を含むんだろうみたいなことを条文見てすらすら頭の中に浮かべるまで繰り返すということが入門段階で求められていることだと思います。でそうするとね、論文式試験っていうのは基本的に法律持ってきて、いや 法律じゃないや6法持ってきていいんだよね。ということは実際6法を見て頭にパッとイメージできるようなそういう状況が作れてればものすごく有利になるわけね。6法引けば頭の引き出しが取れると。でこれができるのってやっぱり入門段階、一番最初の段階だと思うので、ちょっと意識的にそこは勉強してもらえるといいかなというふうに思ってます。はい、
で、その上で、もう一つ説明をしていきます。ちょっと、94条2項に絞って、説明をしていきますが、じゃあさっきの話でちょっと応用的な話をしますね。さて、こういう場合どうかね。セブンサミットの人は130ページ131ページの内容ですね。実際にこういう場合どうでしょう。はい、A さんいます、 B さんいます。毎度変わらずにしましょう。 A さん B さんは94条1項つまり通謀虚偽表示をぶちかましたわけですね。通謀虚偽表示をして実際に土地を B さんが持っている外観を作りました。はい、 C さんに売っちゃいました。うん、C さん実は悪意です。大丈夫かな。悪意ってことはどういうことかっていうと、これが実際通謀してるってことは実際嘘だってことを分かってると。ということは、94条2項で考えれば94条2項は適用されないので、実際に C さんは要するに94条2項で保護されないことになりそうで、ただちょっとこれを話進めていきます。 C さんから D さんにさらなる転々譲渡をしたと。でその時に D さんは実はこの人は何も知らなかったと、善意ですよねと、うん、この場合どうですかみたいな話も実は出てくるんですね。うん、さあ実際これ何かというと、法律もしくは、条文では直接、条文では直接条文では直接、解決することができないような問題、これはたくさん出てきます。でこれは基本的に、法律では事件が起こって法律解釈するときに、法律どうしようという解釈ができないという場合には、判例つまり、裁判所もしくは最高裁判所の方が、じゃあ、判断を下すわけです。それが判例ですね。でさっきのやつも判例があるんです。実際結論から言うとですね、これ D は94条2項で保護されるという判例があるわけですね。判例があるわけです。で判例って言って裁判所がじゃあこれなんか思いつきでやるわけじゃないんだよね。じゃあなんでこういう結論を導いたかっていうと、結局はさっきの趣旨なんだよね。94条2項に保護されるということは、簡単に言うとこの D さんは第三者に含めたわけだ。うん、じゃあこれなんでこの結論を導いたかといえば、当然94条2項の趣旨というのは、権利外観法令なんだよね。ということは結局虚偽の外観があって、それを信用した第三者で、しかも本人に奇跡性があれば、要するに第三者を保護すべきであると。でこれ間に C の悪意が入ってたところで、その件変わらないですよね。実際に、例えばこれが土地が C に移ってたとしても、これ虚偽の外観なんですよね。だって AB 間まず無効だから、C が悪意な時点で AB 間無効なんだから、 C に土地があったとしてもこれは実際虚偽の外観なわけですよ。でこれ作った A に奇跡性があるでしょ、うん、そもそもの論としてこいつらが悪いんだから。で D はこの虚偽の外観を信じてるんだから、 D は要するに保護されるべきでしょ。だから AB 今までの C の類型じゃなくて悪意の人が間に入ってたとしても、これは保護されるべきだろうというふうに考えるわけです。だから趣旨を抑えることってすごく大切なわけね。でじゃあもう一つ見ましょう。じゃあ今度 A がいて B がいて、A がいて B がいて、はい、まあ相変わらず94条で、ドロッとやっちゃいます。無効なんですね。でまあ最初登記がここにね、土地がありますと。じゃあまた C に売りました、また売っ払っちゃいました。はい、今度はこの人は善意なんです。善意の第三者です。はい、登記があります。さあ D に売りました。 D は悪意です。つまりこの悪意というのは、つまり AB がもともとこれインチキやってると、通謀虚偽表示であるということを D は知ってました。さあこの場合どういうふうになるかな。つまりさっきの例で言うと、結論からすると D は土地の所有権得られるでしょうかということですね。でこれも考えてみるといいよ。うん、実際
結論がどうかなみたいなことをいろいろ考えながらだけれども、これも趣旨を考えていくといいと思います。趣旨は94条2項はいわゆる、外観信頼した第三者保護だったわけですよね。で、今回保護されるべき人は誰でしょう、この状況で。さっきの問題ので言うと ABCD って言うけど、 C がいて、まあ、D がいて、まあ、悪意、あ、これ善意だと。この場合だったら当然この人が保護されるべきだけれども、じゃあこっちの事案だったらどうかなと、まあまあ、D が保護されるべきかどうかっていうのは問題なんだけれども、少なくとも一番保護されるべきは C だよね。うん、要するにもう明らかに第三者として保護される対象ですよね。ということは、まずこの D の問題以前に、ここからここまでの状態で94条2項で C に所有権をあげなければ、まずこの C の保護ができないということになります。とすると何が起こるかというと、ここで C に所有権が確定するわけね。うん、まあ、C を保護するという立場ですから、うん、で確定します。ということは C と D とはどういう関係になるかというと、もう確定的に所有権を持っている C の土地を売買したことになるわけね。とすると D については、実はこの売買は有効であり、 D が所有権に得ることができるというふうに、判例は考えてます。判例は考えてます。で、よいしょ。で、これには実はね、あのテキストにも書いてある批判は多いところだけれども、実際判例がどういうふうに考えているのかって理解することが大事ですね。うん、ただ、さっきの問題だったら D が悪意でした、で、なんか結論だけね、例えば、悪意でも手に入れられるんだって覚えちゃっても絶対忘れちゃうので、例えばこの場合だったらもう権利外観法理の趣旨からして、まず C を確定的に保護しなきゃダメだよねと、確定して保護しなきゃいけなくて、で C を保護した結果 C が確定的に所有権を得れば、当然 CD 間の取引っていうのは有効になるよねと、いうことです。で、ただこれ実は判例もう一つね、理由言ってるんですよ。うん、ちょっとこれも考えてほしいんですが、これもし仮にですね、これ難しいところですが、これ無効だとしちゃいますよね。なんとなく D が悪意で、なんか D 守りたくないと、こいつが通謀してるのを知ってて、これ守りたくないというのはあると思います。うん、だけれども、実はこれね、 D がこれ、得られなかった場合大きなリスクがあるんですよ。どういうことかというと、 ABCD だけど、実は CD 間で売買契約結んでるでしょ。売買契約結んでるでしょ。で、おそらく CD 間の売買契約って普通に成立するよね。で、例えば C がこれ登記得られないとするよね。うん、さっきのね、この事情じゃなくて登記得られないとすると、何が起こるかというと、 CD の関係だと D は C に責任追及してくるんだよね。うん、わかる、言ってること。要は例えば CD で取引しましょうと、で実際に C、 おそらくこれこういうふうにね、取引が進んでいくわけだけれども、 C がじゃあ土地売るよと言って D に売って、じゃあ D 分かりました、買いますよと言ってお金払ったりすれば、何が起こるかというと C はD に対して土地を渡さなきゃいけないという契約が成立しちゃってるわけね、ここにはね。でもし仮にこれ無効になっちゃった場合、何が起こるかというと C の立場ものすごい不安定になるんだよね。うん、要するに前主と後主の関係でいうと、この D から責任追及を受ける可能性もある。で、実はこの裁判例はそういったところも重視していて、前者の保護というものを、反するんだということ、そういうことは言われています。うん、で、実際論文式試験、まだ全然ね、最初の段階なのであれかもしれませんが、そういうところが書けるかどうかというのが実はポイントになってきます。なのでさっきの、後半の事案ですね、先ほどの後半の事案を見ると、本当に保護されるべきなのは C であると、つまり善意の第三者を保護するべきなのは C で、その理由はなぜかといったら94条2項は権利外観法理であるという点、それから仮に、要するにあれですね、D が所有権取れないとするよね、悪意でね、
悪意で所有権取れないとすると、 C に対して本来保護されるべき C に対して責任追及がいってしまうと、それも良くないよねと。で、裁判例はその2つというものを、重視しているわけね。で、それをしっかりとビシッと、こういう事案であったりとか、もしくは、似たような、問題で出てきた時にビシッと書けるかどうかっていう、それが論文のポイントになるので、日頃の学習の中でもその辺、常に論文で書くときは何を書くべきか、もしくは実際丸暗記する必要はないので、頭の中でこういうこととこういうことがあったよねっていうことが言えるように日々の学習をする必要があるのかなというふうに思っています。うん。で、最後になります。今言ったやつから条文判例ってやりましたね。条文というのは何かというと、まさにみんなの武器になる、六法に書いてあるもので、これを頼りにまず問題解決する。で、それで解決できない場合どうするか、判例があるわけですね。で、判例というのはきちっと趣旨に基づいた理由のある判断をする。で、その判断を理解してそれを適用するというのがあります。ただじゃあ判例としてね、じゃあ全てが正しいかというと、そういうふうな、実際判例としてはあるけれども、じゃあこの判例がいいのか悪いのかって批判される場合もあるんですよね。で、学習に余裕が出てきた場合には、じゃあ判例の批判っていうのも考えてみるといいです。少しここから最後応用になります。さあ、これ一見するとすごく良さそうに見えるよね。妥当な解決に見えるけれども、実はこれ有力な、いわゆる批判があるんですよね。なぜかというと、これはいいかな、 D にしてみれば A、B の通報知ってるんですよね。ということは、仮に A、B、D だったら、これ登記っていうか土地の所有権得られないですよね。悪意だから、94条2項の適用はないので、原則通り無効になるので、所有権は得ることはできない。じゃあ D さん何考えるかというと、全く知らない人を間に挟めばいいんじゃない、この結論だと。つまり D と全く関係ない、例えば知り合いでもいいし、その辺でスカウトした人 C ちょんちょんちょんって連れてきて、B の土地買ってきてよと。当然この、スカウトされてきた善意ですから、B から土地をほいほい買うわけですね。そしたら D が、じゃあそれもうちょっと高く買うからっていうふうに間に挟んでしまうと。こういうのね、わら人形って言うんだけど、間に挟んでしまうことによって、実は D が不当に利益得られるんじゃないかと。つまり D は要するに、直接だったら全然ね影響を受けないわけだけど、 C を介入することによって保護を受けてしまうと。この保護は不当なんじゃないかという、実は批判も裁判例に対する批判としてあって、でそれが一般的に、学説と呼ばれるものです。で、実際学説についても余力があれば抑えていけばいいかなとは思ってはいるんだけれども、一番最初の段階大切なのはもうとにかく判例です。予備試験司法試験というのは少なくとも実務科登用試験ですから、実際に相談を受けた時、法律相談を受けたり、もしくは裁判官になって事案を見た時に裁判例がこうだっていうことをまずしっかりと適切にできるかどうか、そこがまず見られるところだと思うので、学説については考えを深める意味では応用的ですごいいいとは思うんだけれども、あまり深追いしない方がいいと思います、個人的には。で、入門講座の中では実際に論文を書く上で必要であったりとか、もしくは頭に入れておいた方が理解が深まるもの、だから先ほどのやつですね、さっきの、わら人形入れちゃったらみたいな、そういう理解が深まるものに絞って、やっていきますので、例えばセブンサミットでも学説すごいたくさんあります。で、これ自体すごくいいことなんですね。いろんな考え方があるけれども、その中で主要なものを絞っていきますので、最初の段階では、まず王道であるところの判例、そこをしっかりと押さえていければなというふうに思っています。ただ今回模擬講義なので、いわゆる条文判例学説っていうのがそれぞれどういうふうな、位置関係っていうのかな、どういうふうな役割を実際の法律の問題の中で、果たしているのかというのを見ていただきたかったので、ちょっと学説についても触れさせていただきました。じゃあ、これで、模擬講義の方をですね、終了いたしますが、入門講座、実際に、受講する、もしくは受講を検討している人は、これ以外にもお試しウェブとかで、実際に、私の講義については、何回か、公開されておりますので、ちょっと見ていただければと思っております。じゃあ、今日はここまでいたします。終了します。